はい、彦さんこんにちは。こんにちは。はい、今回はですね、はい、まあ当たり前ですけど、たくさんの落語演目を知っている彦さんに、ちょっとおすすめの演目を聞いてみたいなと思ったりして。なるほど。というのも、ちょっと最近ちょっと落ち込んでいる友達がいるんですよ。大江さんのってことですか？そうです。僕の友達に20代半ばなんですけど、の女の子で。20代半ば ?20 代半ばの女の子です。の友達がいるの、大江さんに。なんすか？そこはいいんですよ、まだ。マジ？はい。そんな変な話。いる？普通いない。います、います。だって、そんな年、あれですからね、離れてないですから。そうか。はい。自分の父親ぐらいの年齢の上司の人と、20その、そうです。半ばの人が、はい。付き合ってたんですよ。ってことは、50とか6、50代。50代。はい。ああ、まあ、あり得る話か。そうですね。うん、でもまあなんかつい最近数年 2,3 年付き合って別れちゃったらしくて、あ、はいはいはい。でまあどっちから別れたかは分かんないですけど、まあなんか結構落ち込んでるんですよね。え、まあ、簡単に言うと失恋です。女性の方が、はい、落ち込むかね。落ち込んでるみたいです。まあ男性の方なら分かるけど、まだね、年の差あるし。いやいや、女性だって落ち込みますよ。あ、そのくらいでも好きだったってことか。そうですね。年は離れていても、はい、落ち込んでる。うん、ので、まあ、なんかちょっとこうそんな人になんか元気をあげたいなと思ってるんですけど。そうですか。そうなんですよ。珍しいパターン。なんか、なんかそういう時こそちょっと彦さんのお力を借りたいなと思いまして。いや、何もできませんよ僕には。どんなそういう人が聞いたらこう元気になるような落語演目をなんか教えてもらえたらなと思ってるんですけど、それなんかちょっと言葉の代わりにその落語の、なるほどね、うん、紹介をポンとできたらいいなと思うんですけど、うん、なんか中島みゆきとか聞いた方がいいと思う。絶対に。あ、なるほど。とりあえず、はい、まずは 歌だから。なるほど。まずは歌、失恋したら歌だと思う。その後で落ち着いてきたら少し落ち着いたら落語じゃないと、落語は入ってこないと思う。一番辛い時に落語は無力だ。無理。一番良い時は歌ですね。中島みゆきだと何がいいですか？これは難しいね。まあでも一番好きな歌は僕ね、ホームにてっていう話なんですけど、はいはい、話じゃないよ、歌。それはまあちょっと失恋じゃないからな。はい、うん、もっとこう明るいタッチのあるから。中島みゆきの、はいはい、時代でもいいですよ、それこそ。改めて、はい、あれに尽きるんじゃないですかね。うん、失恋は。ちょっと元気出てきたら、うん、寄席にも行ってみようかなぐらいにね。はいはい。何のだろうか、失恋ね。失恋っていう言葉って、あれは近代的な言葉だと思うんです、僕は。ああ、そうかもしれないですよね。なんかないんじゃないですか。うん、でやけに多いのは心中なのよ。はいはいはい、あのテーマとして当時価値観が違うね。恋愛の、恋愛ってもの自体ほら、まあ、輸入された言葉だと思うから、そういう意味では落語でも歌舞伎でもなんかその価値観が違うって、まあ、古いとか古くないじゃなくてさ、割とこうそれは人間の歴史の中で、あ、これも恋愛かって捉え方できると思うね。その価値観が広がる、まあ、そういうものかっていうか、昔の恋愛っていうのは、うん、今すごい興味あって、そういうところ、はい、もうジェンダー論勉強してるってね。さっきずっとジェンダー論とかもすごい勉強してるのはそれで、うん、その時代時代の価値観ってあるじゃないですか、うん、はい、そうですね。そこで落語の方から言えることは、まあ、恋愛の話はないわけじゃないですよ、うん、あの恋の話は多いですよ、うん、もちろん。でもなんかあれですよね、こう失恋した人にこう、うん、恋のいいなんかこう人情話なんか聞かせても押し込むだけですよね、うん、まあそうだよね。だからあえてあの広げるという意味でも、人間模様を狂わ話とか、ああいう世界の話とか、それこそもうドロドロした人間模様じゃないですか、あんなの。いや、光と闇の世界じゃないですか。車話って何ですか。吉原の話です。あ、はいはいはい、うん、そういう。でもそこでけなげにも強く生きようとしていた人の
お笑いがそこに垣間見えるってことはあると思うんですよね。なるほど。クルワ話っていうのは別の話ですけど、それは全然ね、あえてそれは広がったりするんじゃないですか、世界は。じゃあ、まあ、その狂わ話なんでしょうね。まあ三枚起承、三枚起承っていうのかな、三枚起承って話があるんですけど、はいはい、まあ起承というのは手紙みたいなもんで、なんかですよ、まあ、なんでしょうね、結婚を約束する起承文っていうのが大事な人ねにあげる、その遊女からそういうのあって、遊女から送るもんなんですか。そうです、起承は。うん、身受けしてくれみたいなことなんですか。まあ、まあそういうことです。身受けするよぐらいの約束の手紙みたいなもんだと思います。ちょっと僕やらないんであんまりあれですけど、うん、まあそれを、まあ、まあそういう題なんですけど、なんて言うんでしょうね、僕すごいその落ちというか下げが好きで、おかしいんですけど儚げがあるというかで、強い、強くて悲しくて儚いんですよね、最後の下げが。そんなでも生きてるんですよね、そこに生きてる。それはいろんなあれがあるじゃないですか、当時はどうにもならないものはあると思うんですよ、そういう世界っていうのは。ただまあでもお笑いなんですよね、それは。お笑い話、笑えるところもある、もちろんあるし、それはねやっぱり、うん、なんかこう吹っ切れそうな、開き直るっていう意味ではバカバカしいねみたいな、男なんて人間なんて、あなたまた女なんてみたいなとこになる、そういう感じ、うん、重しくない、重く考えないみたいな、うん、なんか今なぜかふっと出てきたのはその話。ああ、いいですね、うん、大ネタですけど、うん、大ネタ。大ネタってどういう大きいネタ、長いネタ。あ、そうなんですか。鳥ネタとも言うけど、どれぐらいの時間なんですか。まあ、でも30分ぐらいあるんじゃないですか。やっぱもっと長い人長いのかな。はいはいはい。うん、ちょっと僕もね、今ふっと出てきたからあれですけど、でそれを聞いて、うん、映画でも見て。なるほど。歌、落語、映画と。映画。あれ見ました。それこそ。なんですか。鬼滅の刃の遊郭編。ちょっと漫画だけでもう終わらせてるんですけど。漫画は見たんだ。漫画見ました。アニメ見てないの。アニメ見てないです。最終回だった、この間。あ、なんか、はい、うん、ネットで騒がれてるの見ました。あ、見た。よかったですか。いや、泣いちゃってね、めちゃくちゃ泣いちゃった。そのやっぱりあれもね、過去鬼のさ、うん、そうですね、九太郎だっけ、あれすげえよかったな。泣い、見る、あれを見た方がいい、まず。見てるかもしれないけど、見てないかな、会社員が、会社員の方も見るよ、まあ、関係ない今、むしろ一番見てる。そうですね、あれが 月曜日だったんだよね、放映日が。だからあれを見て、あ、今週も頑張ろうっていうさ、会社員の方多かったっていうけど、終わっちゃってね。ちょっとあれもほら遊郭でしょ、ね、そうですね、今回ね、なんか、うん、まあ、別に遊郭って関係ないですよ、別にその変な意味はなくて、ただ今出てきただけですけど、うん、まあそうですよね、別に遊郭っていうテーマではなく、そこにいる人間の、うん、別に、うん、その模様っていうかね、うん、面白さ、悲しさみたいな、うん、悲しみ、うん、まあ鬼滅を見てないければ見るべき。ちょっと話がそれたけど。いや、めちゃくちゃいい、よかったね。泣いちゃったもん。氷川さんもおすすめの鬼滅の刃遊郭編と。遊郭編もちろん、うん、無限列車編も見てなければ。もうみんな見てるか、もう大抵見てるよね、うん、そうですね、いいアニメだよ本当に、うん、と思いました。うん。ちょっと落語の演目の名前をもう一回。三枚起承、まあ、三枚起承とも言うかな、まあ三枚起承かな、起承、うん、3枚っていうのは数字の3で 3枚の起承で、三枚起承、うん、っていうことで、まあ本当に何ですかね、多分あんま知られてない気はするので、落語好きじゃなければ、まあね、まあ有名ですけど、落語好きにとっちゃというか、まあ YouTube でも聞けると思うので、うん、じゃあそういう方はぜひ聞いてみてください。僕もちょっと、はい、この後その人に紹介してみようと思います、うん、はい、ありがとうございました。はい、ただいまノイジーシャックの方で私の日々の稽古風景であったり、
文学の活動について配信しておりますので、どうぞご登録していただいて応援していただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。落語家の林家彦太でございました。